さあ、今日は PCR テストを受けに来ました。今回は海外に出る前に必要な陰性証明を取るために、PCR テストを受けに来ました。日本の場合は PCR テストを受けれる病院をまず探して、そこから、取る。しかも結構時間かかると思うんですけどね。しかも有料で1万5000円ぐらいですかね。ところが、この UK は各地域にですね、このように、教会ですとか公的な施設が、そういった場所で、無料で PCR テストを受けれるということで、早速行ってみましょう。無事に終わりました。結構びっくりしたのは、鼻入れるやつやってくれるのかなと思ったら自分でやるスタイルでしたね。係の人が、必要な情報を、携帯で入力するのを手伝ってくれて、でその後はなんですか、アクリル板で仕切られているところに連れてかれて、ほじくるやつですね、あれを渡されてやれと。鏡が、ちっちゃい鏡あって、それでまず、口の中を、奥をやって、それでそのまま鼻行けって言われて、口ってやつそのまま行くんだと思って、でほじほじやって、容器の中入れて終了。本当にものの3分ぐらいで終わりましたね。で結果は、E メールの方に1時間後に送られるということで、かなりね、早いですね。こういった形でイギリスでは PCR 検査を各地域で、無料で、テストを受けれるようにサービスをしてくれてます。はい、スタッフの方々感謝します。無事に陰性証明をゲットできるかなということで、結果はどうなってるでしょうか。その前に、改めてちょっとどういう流れだったのかということをちょっとおさらいしたいと思います。本当にこうオーガナイズされてて無駄がない、あまりにもスマートにあっという間に済んだんで気持ちいいぐらいでしたね。まず何をしたかというと、中に入ってから、携帯で QR コードを読み込んで、それで質問事項にを入力していくという感じですね。生年月日とか、あとは電話番号とか住所とか、そういった基本的な情報ですね。名前はもちろんのこと。それが終わったらいよいよもうすぐに、テストに入るんですけども、こう座ってるスタッフが、ブースがあってですね、そこのブースに通されて、でスタッフがアクリル板越しにいろいろ説明してくれるんですけど、一回一回何かをこう手続きする、手を動かすたびに消毒液でやって、消毒液を使って器具をいただくと、あの棒を渡されて、一番最初にこう口内、口の中ですね、喉あたりをちょっと取って、その後に鼻。いやだからね、私こういうタイプ初めてだったのもあるんですけど、口いったやつでそのまま鼻ですからね、って思いましたけど、やりましたよ。何より一番驚いたのは、スタッフがやるんじゃなくて自分でやるっていうスタイルですね。ちっちゃい鏡があって、それを見ながら自分でやるっていうスタイルでした。でそれを容器の中に入れて終了。ものの、もうテストをやる時間としては本当3分ですね、5分もかかってないぐらい、あっという間でした。で結果なんですけども1時間後、ちょうど1時間後ぐらい、メールで通知が来まして、陰性ということで、大丈夫だったんですけど、これね、多分私の予想ですけど、国をまたぐ時に求められる陰性証明としては、弱いんじゃないかなと思うんですよ。多分、こう、レターとして、陰性証明を持っていて、しかも、診断した医師のサインとか、正確な時刻とか、そういったものが入っている陰性証明じゃないと基本多分ダメなんじゃないかなっていう感覚はありますね。でもとりあえずは陰性の証明、簡易的なものかもしれませんけど、陰性の証明が取れたんで、
これで空港に行ってみたいと思います。それでは。ですけども結論を言いますとできました。こういった書類を書面で持って、提出しなければいけません。これを多分事前に用意すれば、あの家でねプリントアウトして用意すればいいんですけど、プリントアウトしておく必要があるようで、これがないと出国できないんですね。でこれに関してはあのカウンターで5ポンドで、カードオンリーなんですけど購入することができて、これを記入して、チェックインすることができました。スタンステッド空港からの、出国です。基本不要不急の渡航というのは許可されていない感じですね。ただまあその名目上そういう感じで、そんなにこう搭乗なんていうんですか、チェックインですとか、警察が厳しくそこら辺を詰めてくるわけではないので、まあ、きちんとそういった理由をよう考えて、ちゃんと準備してですね臨めば普通に搭乗ができます。まあ、コロナ禍の中でも、まあ、本当にこう無秩序に行き来するのではなく、まあ、その国のルールですとか、状況を、まあ、逐一チェックしながら、また感染防止をしながらですね、うまくやっていければいいのかなと思います。でちなみにスタンステッド、まあ、やっぱり、まあ、こういうご時世ですから、やっぱりその渡航目的とかは聞かれますね。最後の最後まで警察に渡航目的も聞かれましたし、はい、麻薬犬にめっちゃこう匂い嗅がれたりとかして、まあ、最終ゲート最終のチェックも済ませて搭乗ゲートのラウンジにいます。ここからね南の本当あったかい場所に行くんで、気候が一気に変わりますので、体調をね本当にまた気をつけていきたいなと思います。少しでもですね、旅行に行けない状況の皆さんに海外の情報をシェアして、でまた旅行に行った気分にもなっていただいて、少しでもリフレッシュのお手伝いができればいいなというふうに思っております。では